いたします。で、尖閣諸島を購入することによって、その周りの国々との関係はどのように、変わったりするというふうには思いますか。それは日本人が日本の領土を確保するためにね、その手を尽くすことで、他の国が、市内外の国はどこがいいのかしますか。